素敵ですね。素敵な空間ですね。城崎にやってきました。見てくださいこの差し。広い傘や花を浮かべた貸し切り風呂などがございません。今回は兵庫県にある城崎温泉にやってきました。城崎温泉といえば、歴史のある美しい街並みやそれぞれ趣の異なる共同浴場7つの外湯が有名ですよね。そんな歴史ある魅力的な温泉が集まる城崎のおすすめ宿を5選ご紹介したいと思います。さて今回はこのようなラインナップでお届けします。一体どんな場所なのでしょうか。早速1つ目は数寄屋建築の匠が建てた名宿、城崎温泉西村屋本館さんです。では早速行ってみましょう。はい、到着しました。こちら西村屋本館さんです。もうすでにここから非日常始まってますね。うわー。創業160年の老舗旅館で世界的権威のあるホテルとレストランで作るリレーシャトーにも加盟しています。見てください。この中庭の景色、美しいですね。はい、こちら平田館の鈴掛というお部屋になります。別当の平田館は料亭などの建築に取り組んだ数寄屋建築の巨匠平田氏によって建てられたもの。館内では至る所に匠のこだわりが光り、まるで小さな美術館のようです。照明の装飾も美しいですね。こちらは露天風呂付きの特別室、寒月の間。お部屋の細部にまで細工が施されていて、贅沢な雰囲気を醸し出しています。そして平田館といえば、このお部屋から見える中庭の景色。寒月の間には専用の庭があり、眺めも抜群です。他のお部屋も庭を囲むように作られていて、同じ庭でも見え方が異なるのが特徴だそうです。あ、見て。リフレクションしてますね。すごい。綺麗。絶景のお部屋ですね、こちら。ですね。写真映えもバッチリ。そして忘れちゃいけないのが食事ですよね。見てください、この美味しそうな牛寿司。城崎はカニが有名ですが、カニシーズン以外では但馬牛尽くしのコースがとても人気が高いそうです。脂はしっかり乗っているのにしつこくなく、あっさりとした味わいです。冬にはこんなに贅沢なカニのコースが楽しめます。美味しそう。お風呂は趣の異なる3つの浴室で優雅なひとときを過ごせます。こちらは平田館の庭園に面する小の湯。他にも異国情緒漂う福の湯や、ヒノキの香りが湧き立つ吉の湯があります。続いてご紹介するのは、贅沢な時間が過ごせるプライベートスパが人気のこちらのお宿。城崎温泉西村屋、ホテル松月亭さんです。はい、西村屋さんの別館として建てられた松月亭さんは、その西村屋さんの伝統を受け継いだ新しいスタイルの旅館です。松月亭さんの顔といえば、素敵ですね。素敵な空間ですね。こちらのバリ式のプライベートスパ風呂、こちらのお風呂、なんとじゃらんの表紙を飾ったこともあるんです。アジアンテイストの空間と自然に囲まれた露天風呂は、特にカップルや女性のお客さんに人気のようです。こちら岩盤浴です。スパには岩盤浴もあったり、ゆったりとくつろげるリビングスペースもあるので、ラグジュアリーで特別な時間が過ごせそうですね。そしてこちらはもう一つの見どころの自然森林園。広さはなんと5万坪。滝や森のチャペルが見られたりと、庭園散策にぴったりですね。そしてこちらプールです。はい、夏はね大人気ということで、絶対ね気持ちいいですよね。なんかこう自然とプールがセットになっているのがすごく嬉しい。気になるお部屋の様子はこんな感じです。すごい大自然が広がってますね。大きな窓からは自然森林園が一望できるのも素敵ですね。他にもミストサウナがあったり、西村屋本館と同じ料理長が腕を振るう但馬の食材を使った豪華な食事が楽しめます。続いてはこちら、中庭にある能の舞台で驚きの光景が見られちゃいました。そのお宿とは城崎温泉かがり火の宿大西屋水晶園さんです。じゃあ行ってみましょうか。水晶園さんといえば、かがり火と能舞台のある中庭を取り囲む畳敷き神話風すき家造りが特徴のお宿。お宿に到着してすぐに素敵な中庭を一望することができます。さあ、そしてこちらの中庭なんですが、夜になるとこのように能の風景が舞台に映し出されます。お、何やら始まるようですね。プロジェクションマッピングじゃないですか。2022年夏から新しくスタートしたこちら、実はまだあまり情報が公開されていないそうなんです。夜になるとお部屋や廊下からこの綺麗な月夜の花の映像が見られるなんて、本当に贅沢な時間でした。はい、お部屋やってきました。はい、行ってみましょう。入ってみましょう。こちらは2階和室のお部屋です。広々とした空間が落ち着きますね。こちらは冬になるとこたつになるそうです。こたつのあるお部屋、最高です。さあ、そしてこちらの障子を開けると、どうぞ。ぐるっと中庭を囲むように建物が作られていて、庭に面する1階のロビーや廊下からの景色も最高なのですが、2階からの眺めが特におすすめと教えていただきました。上から見下ろす中庭も素敵ですよね。水晶園さんは他にも家族でもゆったりと過ごせる個室のお食事処があったり、ラウンジには無料のドリンクコーナーとともにくつろげるスペースや、こちらの大浴場にはサウナも完備されています。外に出ると緑に囲まれた露天風呂に、お、水風呂もありますね。絶好のロケーションで整うことができますね。ちなみにお食事は冬の時期にはブランドの角蟹を使った懐石などを楽しむことができます。続いてはインスタ映えするサービスがとっても充実のこちらのお宿。城崎温泉湯楽城崎スパ&ガーデンズさんです。はい、では早速行ってみましょう。お邪魔します。今日はよろしくお願いします。湯楽さんではスタッフの方にお話を伺うことができました。はい、では今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらには乙女心をくすぐるサービスがたくさんあるんですよね。あ、そうですね。はい、色浴衣やまた花を浮かべた貸し切り風呂などがございます。素敵ですね。こちらが、はい、色浴衣のコーナーですね。はい、色浴衣のコーナーでございます。はい、色鮮やかな可愛い浴衣がたくさんあります。またこちらに並んでますのが、はい、ブランド浴衣でございます。こちらですね。はい。ブランド浴衣も多く取り揃えていて、華やかな浴衣を着てお出かけもできるので、城崎の街並みの中で写真撮影も楽しめちゃいますね。もちろん男性用の浴衣もありましたよ。これ着付けってどうするんでしょうか。あ、着付けです。はい。こちらも無料で私どもさせていただいております。嬉しいですね。着付けできます？いや、ちょっと私はありがたいですね。ご希望の浴衣やセット内容によって料金が変わります。自分好みの浴衣をカスタムして楽しんでみてくださいね。さて、浴衣を選んでロビーの奥へ進むと、迫力のある庭園が見える隣に、こちらも大人気のカフェ&バーリンパがあります。朝にはエスプレッソやラテ、夜には湯楽オリジナルカクテルなどが提供されていて、美しい庭園を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができます。他にも嬉しいサービスがまだまだいっぱい。お花を浮かべて楽しめる貸し切りの花風呂がなんと無料で利用できるんです。これはもうインスタ映え間違いなしですよね。他にもフルーツを浮かべた計3種類の貸し切り露天風呂があり、女性グループやカップルから特に大人気だそうです。食事は若旦那さんが自ら目利きした料理が並び、城崎ならではの贅沢な食事が楽しめます。続いて最後のお宿です。こちらはなんと客室にプライベートサウナも。角崎のお宿、緑風閣さんです。では早速行ってみましょう。はい、行ってみましょう。温泉街のちょうど真ん中あたりに立つこちらの緑風閣さん。緑風閣さんの特徴といえば、こちら全館畳敷きということで足元が気持ちいいですよね。はい、そしてこちらなんとびっくり、エレベーターの中まで畳なんですよね。エレベーターが畳敷きなのは珍しいですよね。続いてお部屋を覗いてみましょう。お邪魔します。わー、すっきりとしたお部屋ですね。いい匂いがしますね。和風の落ち着いた客室ですが、ありました、プライベートサウナ。お一人サイズでゆっくりと過ごせそうですね。城崎温泉は外湯が7つありますが、サウナを客室に備えているのは珍しく、社長がサウナ好きということもあり、サウナ導入を決めたそうです。ロウリュウのアロマ水には田島産のほうじ茶が使用されています。旅館、そしてご当地ならではのサウナを提供したいと考え、ほうじ茶を使うことを思いついたそうです。あら、じゃらんスタッフもちゃっかりと整っちゃってますね。最後に大浴場も覗いてみましょう。もちろんこちらも畳張りですね。はい、こちら大浴場の露天風呂なんですが、ちょっと変わってるところがあるみたいです。一体何でしょう。左側の2つが源泉の温泉になるそうです。はい、でこちら面白いのがですね、はい、蛇口が2つついていまして、温泉が出るもの、水が出るものありまして、自分の好きなように調整ができるっていうのはこれ何度もいいですよね。いいですね。はい、そしてこちら同じ桶の形で水風呂もありますので、熱くなった体をこちらで冷まして、そして外気浴という流れが気持ちいいんじゃないでしょうか。整います。はい、整いますね。カニは2人で1杯、カツアワビの踊り焼き、但馬牛のすき焼きやしゃぶしゃぶなどを提供しているそうです。こちらも贅沢ですね。いかがでしたでしょうか。ぜひ城崎に遊びに行く際のお宿選びの参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。